2015年6月2日、同放送法は、カマーチョが攻撃、国際サッカー連盟 FIFA が、日韓ワールドカップ W 杯を操作したと題する記事を掲載した。最近、FIFA の汚職問題をめぐる報道が、連日報じられている。5月31日、元スペイン代表監督のカマーチョ氏と元スペイン代表 GK のカニサレス氏がスペインメディアのインタビューに応じ、2002年の日韓 W 杯で韓国がイタリアとスペインに勝利した2試合について FIFA のコントロールがあったと発言した。同大会の決勝トーナメント1回戦で韓国と対戦したイタリア、韓国の度重なるラフプレーがファウルと判定されなかったばかりか、逆にエースのフランチェスコ・トッティが審判を欺いたとして退場処分に。その後もゴールが認められないなどの疑惑の判定によって敗れた。勝ち上がった韓国が次に対戦したのはスペイン。この試合では韓国選手のオンゴールが取り消され、スペインのモリエンテスのゴールは認められなかった。カマーチョ氏は、審判は私たちの2つのゴールを認めなかったし、2つの決定機もオフサイドと判定された。延長戦に入った時には我々にはミーティングの時間は与えられなかったが、韓国にはそれが許された。全ては明らかだと話す。同大会に怪我のため出場できなかったカニサレス氏は、非常に深刻な誤審が起きたとし、主審が見せた微笑は、どんなことをしてもお前たちは負けるんだと言っているように見えたという。カマーチョ氏は、日韓 W 杯の決勝戦まで FIFA のブラッター会長が韓国を訪れて試合を観戦しなかったことが、試合が操作された証拠の一つだと考えている。彼は何が起きるか知っていた。テラスでスペインとイタリアのサポーターからブーイングを浴びせられたくないのは当然だと述べた。先日ブラッター会長が再選を果たしたことについては、事態は変わらない、全ては内部でコントロールされると語った。スペイン対韓国の試合をさばいたガンドゥール主審は、この試合を機に審判を辞め弁護士となった。ガンドゥール氏は、あれは人生で最も重要な試合だったと語ったが、スペインメディアは、金銭的には確かに非常に重要な試合だったかもしれないと皮肉を込めて伝えている。